ちょっと母さんちょんちょんって言って動かして引っ込ませてもらっていい？網の先っぽで動きますよね。これ？うん、そうそうそう。入ってた。オスだな。コクワガタのオスの可能性が高いですね。もしくはスジクワガタかな。はい、皆さんこんにちは。今日は5月25日です。まだ早いですけれども、暖かい日が続いてますので、クワガタ捕り挑戦したいと思います。はい。まだね、樹液が出てないですね。少し出てるのかもしれないけど、まだあれかな。はい、この木もね、去年たくさん取れた木ですので、はい、見てみましょう。やっぱまだ樹液は出てないね。もう2週間ぐらいかな。はい、この木はね、そんなに出てなかったですけど、去年だか一昨年だか、ミヤマクワガタが取れた木です。来ましたよ。来ました。来ましたよ。ああ、すごい。これは珍しいですよ。はい、これ何かというとミヤマクワガタのつがいですね。メスにね樹液を吸わせて体力をつけさせてるんじゃないかななんて思います。深い山、自然豊かな環境でないとミヤマクワガタっていないって言われてますので。ここ樹液出てたんだけどダメだね、全然、うん、気配がないね。さあ母さん次行きましょう。シーズン初めにね、一昨年あたりすごい良かったので、もしかしたらシーズン初めはいいのかななんて思ってきましたけど、どうだろう。いませんかっていう話だけど、そこあの結晶水が5、6匹いるね。樹液出てるね。ちょっとズームしてみます。かけてもらっていい？あれクワガタじゃないか。どうだろう。なんか奥からいっぱいどん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 出てくるな。母さん、あの穴、穴ね、はい、あの穴にね足が1本ヒュッて動いたのが見えたのよ。え、多分ゴキブリかクワガタ。ほら今ケツ見えたべ。あ、ちょっと見えてる。今一瞬ケツ見えたね。これは取るの大変かもしれないな。ちょっと行くぞ。はい、ちょっと待って待って、ちょっと待って待って、あんまり欲しくない。これよし、ちょっと取れてない取れてない。いい、ちょっと待って、取る、はい、よし、いるべ、いるよし、よし、もう硬直した、死んだふりした、よし、つかないぞ、よし、よし、取った、いやー取れましたね、母さんよ。取れたね。いや、やっぱりもういる近くにいたんだな。あといないかな。じゃん、かわいいの。ほら。よいしょ。はい。これはね、コクワガタかスジクワガタか。ね、多分ね、コクワガタだと思いますね。コクワちゃんだね。うん、死んだふりしてるけど元気ですよ。さっき動いてたもんね。はい、よかったね母さん。よかったね。今季2匹目ですね。2匹目だよ。はあ、やっと取れたよ、うん、ね、あの今日はねいろいろな木をね回ってましたけどね、あの午後になって気温も上がってきて入り口近くに来たのかもしれないね、これね、奥にいたやんがね、うん、はい、じゃあ母さんあと逃がすぞ。はい、うん、ほら、あ、動きだした。慣れてきたか。よいしょ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 、あ、よいしょよいしょ、すんげえ慣れてきたね。じっとしてても改善しないと思って動き出したじゃあ母さん、あの穴の中に逃がすから。はい、うん、前傾でいいぞ。じゃあここにね、はい、よいしょ、落ちないように。すごいすごい、落ちるんだよこいつ、落ちるの落ちるの。よしよし、穴入った、入った、穴入った、よしよし
いるじゃん。いる？ここ。え？あ、ほら入ってっちゃう。急いで、急いで、急いで。あ、入ってっちゃった。入ってっちゃった？でもちょっと見えてる。確かに本当だ。うん。今出てたね。うん。ほら。まあいいでしょう。でちょうど顔出してたね。うん。うん、で我々がワイのワイの騒いだからこう入ってっちゃったっ。うん。入ってっちゃったね。やったな。え、これですね。これも多分ねコクワガタだと思いますね。ちょっと母さんちょんちょんって言って動かして引っ込ませてもらっていい？網の先っぽで動きますよね。これ？うん、そうそうそう。入ってた。オスだな。コクワガタのオスの可能性が高いですね。もしくはスジクワガタかな。母さん根元にいました。こっちこっち来てもらっていいかな？ちょっと待って。うん。ちょっと待ってね。はい、はい、根元にいましたね。わかります？母さん。ちょっと待ってみますから。あ、いた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 。いたね。うん。これですね。はい。ここのね葉っぱの下にいましたね。うん、じゃあちょっと取ってみますよ。よし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 。よし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 。いた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 。よし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 。よし。挟んでますね。でここマイカ乗せましょうか。はい、怒ってるますね。はい、綺麗なコクワガタですね、母さんよ。うん、お休み中のところで、ね、起こされたもんだから怒ってるね。こう見事にこう挟んでたもんね、これね。うん、挟んでたね、これね。もう挟まなくなっちゃったけど。ただ今戦闘態勢に入ってるね。ここにいましたね。もういないかな。こういうね、岩にね、キュキュって、もういませんね。じゃあ母さん、ここに戻しておきますよ。はい。よいしょ。よし。こんな感じになりますよね。じゃあこれ元に戻してと。よし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 。こっちに戻してと。これでね、元通りですね。掘ったらね、戻すようにしましょう。はい、ということでね、母さん。捕まえたのは2匹ですけど、穴の中にいたのと含めると3匹見つけることができましたね。これからもっと暖かくなってくると、クワガタカブトムシたくさん取れるようになりますので、皆さんも探してみてはいかがでしょうか。ではこの動画良かったと思ったらぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。